こんにちは、ブルーホースです。今日は先延ばし癖を直す方法についてお話をしていきます。どうでしょう、例えば学生の方だったら夏休みの宿題とかね、8月31日になってギリギリにやる、まあ今8月31日までないんですかね、なんか25日くらいから学校にね行ってるみたいな話を聞きますけど、うん、それからまあ、期限、納期があるような仕事がギリギリになってやるとか、もうなんかいっそのこと諦めてやらないみたいなね。で、こうめちゃめちゃ怒られて改めて気づくみたいな。そういう人たちが、もしこの動画を見てたとしたら、それを、まあ、直していく方法っていうのを今日はお話をしていきます。で、そもそもなんで人って先延ばししちゃうのって、やらなきゃいけないって分かってるのにやれないとかね。分かっちゃいるけどやめられないみたいなね。うん。で、先延ばしすることのデメリットっていうのをまず先に話しておくと、こんな感じなんですよね。当然顧客や職場、あるいは学生さんだったら学校の先生に怒られますよね。とか、後で溜まったもののツケが来るとか、結局終わってないことに関してずーっとなんかこうモヤ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 してるとね。それからシンプルに焦る、そして早死にするっていうようなデメリットがあります。え、死ぬのっていう。そうなんですよ。死ぬらしいんですよ。ね。で、先延ばしっていうのは、当然、持続的なストレスになっちゃうんですよね。だから、こんな感じなんですよ。体中にストレスを引き落としたらダメ。引き起こして、結果的に肉体的にも精神的にも炎症を起こし続ける状態になるんですよ。で、その状態が続くと死ぬっていう結果になってしまうんですよね。だってそうじゃないですか。ずーっと風邪を起こして38度9度の状態があったら、やっぱり人間って体力なくなってって最終的には死に至るっていうような、まあ、そういう状態に なるんですよね。まあ、風邪を例えばで言うと。で、原因っていうのはこれ結構根深いんですよ。その先延ばしにしてしまうっていうのは。で、目の前の仕事とか勉強に手をつけられずに、そのネットとかテレビをついついスマホとかね見てしまうっていうのは、これには根本的な原因っていうのがあって、結構対策しづらいものなんですよ、うん、で、なんで先延ばしはその上で起こってしまうのかっていうことを今日は掘り下げて、起こってしまう原因を掘り下げて対策っていうのを今日お話をしていきます。で、先延ばしが起こる理由に関してなんですけど、そもそもの意志力、やる気が弱いんじゃねえかっていう説が、まあ、結構長年言われてるんですよね。で、やるぞっていう気持ちが強くなかったりとか、強い気持ちがなかったりとか、まあ、怠け癖があることっていうのがそもそもの原因じゃんってよく言われるんですよ。ところがそれって本当なのって、自分の意志力の問題なのかっていうところなんですよね。で、これに関しては先送り、そう、先倒しをしてしまう人に関しての実験っていうのを行ったんですよ。で、参加者に普段どれだけ大事なことっていうのを先送りにしているか、例えば学校の宿題とか、提出しなくちゃいけない会社の書類とかね。で、それをストレスレベルとか性格っていうのを調べて比較をしてみたんですよね。そしたらその結果どういうことが分かったかっていうと、セルフコンパッションが低い人ほど先延ばしをする傾向があるっていうことなんですね。で、セルフコンパッションって何っていうと、簡単に言えば自分に優しくできるかどうかの力のことです。で、例えば、まあ、ミスをした際に自分を責めずに優しくできるか、まあまあ仕方ないよねって自分に言い聞かすことができるかどうか。で、先延ばしするのは自分がダメだからって思わないようにするからですね。で、そう思わずに周りの人もよく、まあ、先延ばししてるよねっていう、まあみんなななあるよねっていう認識ができるかどうか。それから起こった問題っていうのを自分のせいに、すぐに自分のせい、私が悪いんだっていうふうにするんじゃなくて、本当の原因は一体どこにあるのかっていうふうに自分に矢印が向かないように心を落ち着ける力があるかどうかっていうです。で、このセルフコンパッションについては過去いくつか動画を出しているので、ぜひですね検索をして見てみていただけたらと思います。3本か4本くらい上げてたと思います。3本かな、上げてたと思うんですよね。で、セルフコンパッションの低さっていうのが先延ばしを引き起こす理由だったんですよ、実は。で、流れとしては以下の通りなんですね。まず先延ばしをします。まあ、これはそのセルフコンパッションの高い低いに関わらず、まあ、いつか起こることなんですよね。めんどくせえなとかっていうのもありますし、あいつと仕事がしたくないからとかね、いろいろあるんですよね。で、結果、先延ばしをしたことによって、セルフコンパッションが低いと、自分を責めます。で、自分を責めるから、ストレスが溜まるんですよね。で、ストレスが溜まると、自分を責めたその言葉っていうのが頭の中をずーっとぐる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 んですよ。で、行動するのがだんだん嫌になってきて、で、また先延ばしをして、一番に戻るみたいな、この繰り返しなんですよね。
で、メンタルが悪化してしまうと、どういうことかっていうと、失敗への恐怖心っていうのが増してしまうんですよ。またやっちゃったらどうしようっていうね。で、その結果、行動を取る回数っていうのも下がってくるし、当然スピードも落ちるんですよ。だから、セルフコンパッションっていうのをしっかりと鍛えていきましょうっていうのが、今回、根深い原因だっていう話なんですね。で、じゃあ、対策として、そのセルフコンパッションってどう鍛えていったらいいのっていう話になっていくんですが、方法に関しては別の動画は参照していただきたいですけど、もう本当に根本から解決したいという方に関しては、簡単な方法を今日はご紹介をしていきます。で、簡単な方法って一体何かっていうと、小さな成功体験と成長、前進しているなっていう感覚を持つことなんですよね。例えばどういうことかっていうと、企画書を作らなければならないっていうタスクを皆さんが抱えたとしましょうよ。そうすると、いきなりすべて完成させないといけないんだって、そういうふうに思ってしまうと、あまりにも膨大、大きい話になるので、もう量を見たときに、手が進まなくなっちゃうんですよ。なんかやる気なくなっちゃうんですよ。だから、まず午前中はタイトルだけ書いとこうと。こういう企画書として、〇〇についての企画書。っていう風に書くと、で小さな前進をするわけなんですよね。で午後にはもう全部じゃなくて3枚だけとりあえずスライドを作って、例えば全部で10枚のスライドを作るとしたらですよ、3枚だけスライドを作って上司にフィードバックをもらおうと。でここでもし大きな、もし OK がもらえたとしたら、小さな成功体験ですね。タイトルを作るという小さな前進に加えて、上司からの OK という小さな成功体験っていう、これを繰り返すわけなんですよ。これを繰り返すだけで、あ、自分はできる人なんだっていう風にセルフコンパッションが高まっていくわけなんですね。だから夏休みの宿題なんか、小学生のお子さんに親御さんがさせるのであれば、ドリル全部やりなさいんじゃなくて、ドリル1ページでいいからまずやってごらんって言って、で小さな前進を子供に覚えさせますよね。で小さな前進をさせた後で、じゃあ丸付けしようねって言って全問正解してたら、すごいじゃない、やればできるよって、さすが勉強してきただけあるねって、その努力がすごいんだよっていう風にやってきたことを成功体験として伝えてあげるんですよ。そしたら子供も勉強ってこんなに楽しいんだって言って、もっともっとやろうって言って、気づいたら7月の30日にはなんか8月末までに終わらせなきゃいけない宿題なのに全部終わってるみたいな状態が作れるんですよね。で自分に優しくできるようになるためには、こういった成功体験とか成長の実感を覚えることっていうのが大事なんですよ。こういう体験っていうのを子供の頃からでもコツ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 積み重ねておくことによって、将来社会人になった時に自信を持った堂々と振る舞える大人として社会人デビューをするのか、自分は何もない、能力がないっていうふうに思ってしまう、ちょっと、億劫な状態の社会人としてデビューしてしまうのが、こう大きな差になってきます。ただこれは大人になってからも大きくなっちゃいます。はい。で、なのでセルフコンパッションっていうのを高めて行動力を上げていくっていうのがマストになってくるんで、ぜひセルフコンパッションの動画他でもやってますんで、そちらも合わせてご覧いただけたら嬉しいです。ということで本日の動画以上でございます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。